皆さんこんにちは内藤証券株スター7110より6月8日のマーケットトゥデイをお送りいたします本日はアメリカ株について投資調査部の森川がお送りいたしますよろしくお願いします本日は、えー、ご覧の内容でお話をさせていただきます、えー、まず7日の相場についてです3指数は揃って続進 小売大手のターゲットが利益見通しを再び下方修正したことで小売株が売られましてマイナスに転じる場面もありましたしかし原油高を背景にエネルギーが上昇を牽引また幅広いセクターに買いが入りプラスで引けました まず原油高についてです。こちらはですね、2007年以来の原油先物価格を青い線グラフ、10年差り回りをオレンジの線グラフで示したものです。ちなみにこれは四半期ベースです。原油価格はですね、上昇基調が昨今継続しておりまして、7日は1バレルあたり120ドル弱というところで引けました。 四半期ベースで見ると2008年の第2四半期この時にです、ね、約140ドルの高値をつけて以来の高水準ということになりますちなみに当時の10年債利回りは4%弱でしたけれどもえ今日は約3%でしたここからはですね月初来発表なった景気指標を振り返ってみたいと思います まず左のチャートですが、こちらは ISM が発表する製造業と非製造業の景況指,指数ですね、推移を示したチャートになります。緑が製造業、赤が非製造業です。非製造業の方は直近となる5月の数字が市場予想以下となったんですが、それでもまだ活動の拡大を示す50以上で推移しています。 一方緑の方ですけれども製造業は市場予想を上回っています新規受注の伸びが押し上げたということなんですけれども原材料不足そして入荷遅延まこういった問題が長引いておりまして受注算の数字も上昇しています気になる仕入れ価格をまとめたものが右のチャートになりますどちらも高水準で推移しているということがわかります こちらはですね先週金曜日に発表された雇用統計です非農業部門雇用者数をブルーの棒グラフ平均時給の前年比の伸びを赤い線グラフで示しています雇用者数は市場予想を上回り前月の数字も5月ですねえと5月が予想以上そして4月の数字も情報修正されました 平均時給の方も引き続き高水準で推移しています。ただしですね、この平均時給の伸びは物価上昇率以下というところです。 こちらはですね、食品とエネルギーを除く物価指数のチャートになります。直近となる4月ですけれども、食品とエネルギーを除くコアの CPI、これはですね、市場予想を上回りました。中でも光熱費や輸送費が大幅に上昇しましたですね。またエネルギーは前年比で30%上昇。 食品についても1981年以来の大幅な伸び9.4%増だったんですが、まあ、こういった伸びとなるなど家計への圧迫が懸念されるところです、えー、生産者物価指数 PPI ですね赤いグラフの方ですけれどもこっちも総合ではです、ね、予想を上回る伸びに直近4月はなっています。まあ、コアの PPI に関しては若干予想を下回ったんですけれども4月 3月月ですすね前月の数字がが修正されたという経緯があります5月の CPI に関しては10日、PPI は14日に発表予定ですけれども、今朝の時点で CPI の市場予想は前年比で8.2%、PPI は10.8%と、まあ、依然、高水準での上昇が予想されております。 ロシアのウクライナ侵攻が長期化していることに加えまして中国ではロックダウンが解除はされてるんですが陽性者が1人でも確認された地域では直ちに閉鎖、隔離といったことが実施されている模様ということで目先原材料不足や入荷遅延といった問題が解決するとは考えにくいと言えると思います。 最近ですね、ドル高が企業業績を押し下げるところも増えておりまして、マイクロソフトやメタといったような大企業でさえ、採用活動の縮小に動き出しています。 えまたテスラでも人員削減や採用の凍結を計画していることがですね、まあ、後に CEO これ撤回しはしてますけれども、まあ、明らかになったということで、まあ、何らかの動きがあるんじゃないかと思われても仕方ないですね。えー、まあ第一四半期の企業決算はまあほぼ出揃った形なんですけれども、まあ、この内容を見ましてもここからえ人員削減に踏み切る企業が増える可能性がありまして。 ま、今後はですね。賃金の上昇が物価に追いつかないだけにま個人消費といったところにも影響が出てくる可能性もあると思われます。え、ここで金利と株価バリュエーションの推移を見てみたいと思いますえ、こちらのチャートは四半期ベースですねえ。2009年以来なんですが、え sp500 の per は？ 青い線グラフですけれども、えー、該当する年の通期 EPS 予想ベースのものになります、えー、そして10年差がり回りが、えー、赤い線グラフですけれども通常ですね金利が上昇する局面では PER が抑えられるんですけれども、まあ、金利が今と同水準の3約3%ぐらいの時期の PER というのはだいたい16から18倍。 3%超えぐらいの時期は13から15倍あたりで推移するという傾向にあります、まあ、そうなると,です、ねえっと今の相場だと大体18倍ぐらいなんですが、まあ、ほぼ適正水準というところだと思うんですけれども、えー、企業業績の見通し悪化、まあ、これがここからの株価に悪影響を及ぼす可能性が高いというふうにも思います。 こちらですね主要産指数のパフォーマンスにつきまして2021年、去年の末ですねこれを100として指数化したものになりますニューヨークダウト SP500 はベア入りを回避ということなんですがグロース株比率の高いナスダックはもうベアマーケットに突入しているということですね。 こちら SP500 構成銘柄の中の純正グロース株57銘柄を赤い線グラフ。 純正のバリュー株120銘柄、これを緑で示したものでこの2つの指数については前年末を100として指数化しておりましてそして、10年債利回りを青い線グラフで加えているわけなんですが金利上昇局面ではやはりグロース株のパフォーマンスの悪化が目立つということですね。 6月の15日には FRB 再び50ベーシスポイントの利上げを実施すると見られておりましてクロース株にとってはやはりしばらく厳しい状況が続くというふうに思っていいと思います。 まあその中でグロース株ではあるんですけれども金利上昇局面でもまあ比較的安定した動きが期待できそうな銘柄の一つとしてサーモフィッシャーサイエンティフィックを挙げたいと思いますサーモフィッシャーはです、ね、医療機器や消耗品といった製品やサービス提供する総合科学サービス企業です主な事業部門は左に書いてある4つですねで右は部門別の売上高と営業利益の推移を示したものになります 21年の第2四半期は前期比で減収減益となっているんですけれども、まあ、これはですねその前の数四半期これが新型コロナのワクチンやテストの高需要で大幅に成長した反動でありましてですね長期的に見ても業績は良好です過去10年以上を遡っても決算が市場予想を下回ったことは一度もありません。 第一四半期決算ですねマクロ環境厳しい中市場予想を大幅に上回る好決算となりましたそして通期見通しを再び情報修正しています通期見通しについてはウクライナ問題中国のロックダウン新型コロナ関連の売上高見通しの下方修正などをこう入れているにもかかわらず全体では情報修正となったことは好材料だと考えます こちら株価の週足チャートになります。バリエーションには注意が必要ですが、PR は過去1年の平均以下、過去3年の平均を若干下回る程度ということですね。堅調な業績が今後も株価の支援材料になると思われます。今後1週間のイベントです。まずは10日の CPI に注目ですね。最後に決算発表予定です。本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。